楽天モバイルが、ついにプラチナバンドを割り当てられるということでですね、100メガヘルツ帯ですかね、従来そのガードバンドって帯域だったんですけども、それを3メガヘルツずつですかね、非常に極小の帯域です。まあ通常20メガから25メガぐらい、他の、携帯大手3社ですね、割り当てられてるんですが、楽天はたったの3メガということで、そこに収容できる人数は700、800万人ぐらいなんじゃないかと、いうふうに言われていて、プラチナバンド一応割り当てられたはいいが、そんなに帯域でかくないよっていう。まあこのプラチナバンドなんでいいかって言われるとですね、電波が回り込む、そういう性質を持っていて、ビルの中とかビルの谷間とかですね、そういった都心部繋がりやすい。まあ逆に言うと今 1.7GHz 帯しか持ってないプラチナバンド持ってない、楽天は繋がりにくい、その代わりですね、今は KDDI にお金を払ってローミングをしてもらってると。ただ通常ですね、他の携帯キャリアは、まあ、帯域なんか10個とか持ってるわけですよ。それ全部つなげて、キャリアアグリゲーションといて、じゃあ 1.7GHz 帯プラチナバンドを 3GHz 帯みたいな感じで、それを、こうくっつけて、アグリゲーションって言って、まあ、くっつけて、大きい帯域にしてですね、大容量を送れるようにするみたいな、特に最近ブロードバンドをね、動画を見たりとかする人たちが非常に多いので、そういったキャリアアグリゲーションっていうのをやってるわけですけれども、楽天はもう 1.7GHz 帯しか持ってなくて、プラチナバンドは借り物なので、KDDI の。KDDI とキャリアアグリゲーションできないので、むしろ MVNO の方がドコモ au ソフトバンクの電波を使ってるんで、しかもキャリアアグリゲーションもしなければいけないので、帯域たくさん使えて繋がりやすいスピードモデルというような状況、今楽天はそれができないっていう状況。まあもちろん自前のあのプラチナバンドをまあ得られればそれはできるんですが、帯域がね狭い3メガしかないってことで、これは結構辛いんじゃないかなっていうふうに思います。同時に収容できる人数が相当限られるので、かなり僕は厳しいんじゃないかなと思いました。特に都心部ですね、渋谷駅とかね、そういったところでものすごい数のですね、人数がいて、その人たちがみんな動画を見たりとかしてるんで、それで最近ドコモですら繋がりにくくなってるところに、この極小帯域の楽天が来て繋がりやすくできるのかっていう問題が一つありますよね。ソフトバンクとかが優位に言ってるのは、割と最近繋がりやすいっていうふうに評価されてるんですよね、ドコモより。これなんでかっていうと、昔Y モバイルってもともと PHS の会社なんで、その PHS 時代ってマイクロセルって言って、普通の携帯電話よりもですね、到達範囲が、狭かったので、マイクロセルって言っていっぱい基地局を都心部に作らざるを得なかった。その時の資産が生きている。もうそこでもう結構だから、いろんな電波帯域をですね、ネットからね、ツイッターとかそういったところをウォッチして、ソフトバンクこの辺で繋がりにくいとか、そういったデータを取ってきて、で携帯電話のこう基地局の設定を変えたりとかしてですね、繋がりやすくしていってるっていう細かい SNS ウォッチみたいなものも聞いてる。でもそれをやろうと、する前提として、電波帯域がないことにはどうにもならないわけですよ。だからあと基地局がないとどうにもならないわけですよ。基地局ってだから、その都心部だったらビルのオーナーとかと交渉してですね、そこにアンテナを立てさせてもらわなければいけないので、まずそこがめちゃくちゃ困難なんですよね。今楽天どうしてるのかわかんないですけど、プラチナバンドを既存のその 1.7 ギガのアンテナの上にちょっと細工すれば使えるみたいな話をしてるようなんですが、そんな甘くねえよと。電波帯域違うんで、そうすると電波の特性も違うし、だから基地局によってその場所の得て増えてみたいなものもあると思うので、まあ僕はそんなに詳しくないですけれども、まあ、容易に素人でも想像できる。プラチナバンド用にまたアンテナ立てなきゃいけないから、設備投資費用がまた加算でくんじゃないですかと。全国に当然プラチナバンド用の設備を作らなきゃいけないですから、そこでまたドカンと費用がかかっちゃうんじゃないのと。さらにそれを導入したとしてもですね、都心部はかなり繋がりにくくなるんじゃないのっていう疑問ですよね。 KDDI のアンテナを今使っているキャリアアグリゲーションは効かないまでもですね、一応繋がるようになってます。それを今度は多分 KDDI やめて、この、楽天が新たに割り当てられたプラチナバンドだけっていう話になってくるとですね、そもそも楽天のユーザーって使い放題、ギガ使い放題みたいな感じのユーザーさん多いので、そういった人たちがですね、渋谷とかに行って楽天全然繋がんねえじゃんみたいな話になって、逆に評判を落としてしまうんじゃないかっていう、まあそういったちょっともう本当心配ですよ、というのがある。でさらにここで SBI 証券に、手数料0円競争をですね仕掛けられ、これもだから中長期的に見ればですね、 SBI と楽天にそのお客さんが修練していく、二強に修練していくということで、いいことだと思うんですが、今
楽天証券ホールディングスは上場審査中なんですよね、最終の。上場時期が、これもう利益にかなり、もうダイレクトに手数料0円でヒットしてきますので、これからのその業績の計画とかも力変更しなければいけなくなるのは間違いない。不確定感も増してくるということで、これ上場審査、東証の上場審査の直前で大幅に利益が下がってしまうような短期的だとはいえ、大幅に利益が下がってしまうような出来事をですね、上場審査、東証結構硬いんで、上場承認を降りるのかどうかって結構僕は微妙なのかなっていうふうに思ってます。これ、そうするとですね、予定していた資金調達ができないし、なのでもうすでに株を25% かな持ってるみずほがダンピング買いをするみたいなことにもなりかねないのかな。そうするともう証券手放しちゃうみたいな話にもなりかねないのかなというふうに思いました。今楽天モバイルいろいろね、例えば NBA の独占配信権、値上げしたんだけど楽天モバイルに入ると値上げされないみたいな抱き合わせ販売とかも、どんどん最近行っていってるようなので、これもどうなの、独占禁止法に触れないのとか、抱き合わせ販売なんじゃないのとか、消費者庁に文句言われないのとかですね、いろいろ心配になること、これってタコ足食いじゃんみたいなね、話でもあるわけで、実質値引きみたいなことをやってるわけでですね、それで獲得した回線が果たしてそれは有効なのか、役に立つのか、利益を将来的に喪失するのか、まあそういったところもですね、不安になってくる、そういった状況でございます。ということで、まだまだ厳しい楽天の状況は続くということで、よろしく。